はい、駐車場に来ました。名草山に登ります。ティミン寺の上の山に登ります。これテーブル。でそこ入れないもんね。焼けました。美味しいパン屋さんです。怖いね。ああほんま名草山のコースが消えてるので一本松から行ったらいいのかなね、うん、一本松っていう方から行ってみます。はい、なんかこちらも上がってくる道がありますね。一本松広場に行ってみます。はい、どの辺かな、どの辺だろう。おお、広場が、はい、ありました。石碑がありまして、広場に休憩ポイントあります。あ、すっごい景色で、こちらが一本松、あ、見えにくい、はい、二代目一本松、はい、おはようございます。あ、本当だ、かわいい、かわいいね。気持ちいい、よかったね。よって休憩のところから登っていきます。ゆるい坂道と急坂ってあるんで急坂で行きます。助かる。休憩所。あ、ちょっと振り返って振り返って、うわあ。はい、どうする、どっち、ここに、こっちにいます。本当の話今の。ひみちです。ございます。広いね、ここ道が。ここも急坂に含まれるなら、ここは結構急ですね。あ、愉快愉快。あ、書いてないね、ゆる坂って書いてないけど、今来た方からまた
あ、やばい、ちょっとやばい景色が見えてる。わあ、ベンチがあって景色がすごい。ここ旭ヶ丘って書いてある。今の旭ヶ丘から山頂に、まだ山頂に着いてなかったんです。はい、こちらも景色があります。はい、この道もすごく綺麗です。はい、ね、明るい山頂も見えてきました。結構にぎやか山頂。228.7 メートル、はい、渚山着きました。